3月19日日々まとめ。バウアー、ネットデビルズと短期契約。さっき DeNA でプレイしたトレバー・バウアー投手33が18日日本時間19日、自身の公式 XQ Twitter を更新。メキシカンリーグの強豪メキシコシティレッドデビルズ、ディアブロス・ロホス・デル・メキコの一員として、メキシコシティで行われる3月24日同25日のヤンキース戦に登板することを明かした。同投手は、レッドデビルズでの登板試合を明かした上で、4月11日から5月20日までディアブロスのために5試合に登板することに同意しましたと加えた。メジャー復帰を希望しているだけに、試合間や調整不足を補うために実戦を重ねておくことが狙いとみられる。メジャー通算83勝で20年にサイ・ヤング賞を獲得。さっきは DeNA で重賞を挙げた実力者は、万が一 MLB からオファーが来たとしても、すぐにローテーションに加わることができるとした上で、日曜日に会えるのを楽しみにしているし、メキシコの野球を皆さんにお見せするのが待ちきれないよと記した。10日同11日には、米国を拠点に活動してプロ入りを目指すアジアンブリーズの一員としてドジャースとのマイナー戦に登板。3回1失点無失点と好投し、メジャー復帰へもアピールしていた。ディアブロスには、さっきまで楽天でプレイした安楽智弘投手が2月に加入したばかり。日本で活躍したジャベット・アマダー内野手や元ヤンキースのロビンソン・カノ内野手と同様になる。一時的にメキシコの球団で投げるのか、そこまでして日本でやりたくないという、都合と話が合いそう。やった、もう日本には来ないでいいぞ。横浜プリズン。これじゃあまるでメキシコが犯罪に寛容な国みたいじゃん。投球内容見せたって意味ないだろ。そこで弾かれてんのに、ウェルカムとメキシコ。DeNA が嫌すぎたんだろ。どうしてもメジャーが良いというより日本あったんじゃね。来年は韓国とか台湾にいそう。世界中を旅しながら MLB を探した日々とやね。そのままメキシコに封印してほしい。めんどくさい女みたいになってんな。実力とかじゃなくて締め出されているだけだから、キングでアピールとかがそもそもない。どう考えても日本のがよくね。ぶっちゃけ横浜ファン的に今流し金バウアーに使うの反対だったから来なくていいわ。レッドデビルズ問題児集めとるんか。日本で結果出してメジャー行くルートを、去年は狙ったけど発だったから、今年は違うアプローチを選んだだけ。球団から声かかった場合にすぐ行きたいんだろ。日本だとそれできないし、安楽とチームメイトなのくさ。ソフトバンク育成三重視支配下登録。ソフトバンクは19日、育成の中田圭介外野手、河村優斗外野手、小畑陸外野手と支配下選手契約を結んだ、と発表した。同日、本拠地ペイペイドーム内で記者会見が行われた。背番号は中田が69、河村が61、小畑が57に決まった。中田は2021年の育成ドラフト14巡目で福岡大から入団。同年のドラフトでは支配下、育成合わせて128人が指名され、中田はその128番目に名前が呼ばれた。入団当初は外野手だったが、さっきまで2年間、2軍監督を務めていた小久保博監督の考えもあって、内外野ほぼ全てのポジションを守れるようになり、ユーティリティ性も武器となっている。河村は中田と同じ2021年の育成ドラフトで2巡目指名され、仙台大から入団。さっきもオープン戦で結果を残して支配下昇格に向けてアピールしながら、同胞は届かず悔しい思いをした。今季はオープン戦で15打数4安打。9日のロッテ戦では本塁打を放っていた。小畑は2020年の育成ドラフト5巡目で駒大から入団。中田と同様に外野、内野をそつなくこなせるユーティリティプレイヤーで、オープン戦ではここまで11打数6安打、打率5割4分5厘の高いアベレージを残して、支配下昇格をアピールしていた。一気に3人の支配下昇格が決定。これでソフトバンクの支配下登録は65人になる。中田圭介外野手。素直に嬉しかったですし、ようやくプロとしてのスタートラインに立てた喜びと、一軍で活躍しないといけない責任感を感じています。河村優斗外野手。嬉しく思いましたし、今まで応援してくれた方々だったりに感謝の気持ちも生まれましたし、より一層頑張らなきゃという気持ちになりました。小畑陸外野手、電話が来た時は嬉しかったですし、スタートラインに立っただけなので一日一日頑張っていこうと思います。小畑の振りめっちゃ鋭い。実際この3人今年になって初めて見たってやつたくさんおるやろ。頑張ったな。育成はやっぱ SB やな。なんだかんだで育成の育成は SB が一番うまいな。コンスタントに支配下選手出してるし、育成からメジャーリーガー輩出した唯一の球団やしな。空いてるポジションセンターとセカンドくらいか。育成14に指名で成り上がり、川村、全盛期上林、中田、松原、小畑、周東、なんとなくどんな選手になりそうなのか見えてきたな。仙台大学という育成からの成り上がり輩出率、大関、宇田川、川村、育成選手のモチベめっちゃ上がるやろね。中田みたいに練習しまくる選手がどんどん出てきてほしい。周東も頑張らんとね。今日になったらすぐ小畑がスタメン取ると思うわ。勢いがあるわ。怪我人出てもすぐカバーできる戦力が揃った。あとは投手を誰上げるかやね。こいつら25とか26歳になる年やからならストチャンス掴んだな。小畑って選手やばいな。名前覚えて損はない選手だわ。それぞれ特徴あっていいね。層が厚くなるわ。ただ上げたわけじゃなくて、しっかりそれぞれの持ち味出した上での支配下なのはすごいわ。最初は代打代走守備固めからやろうけど、レギュラー掴み取ってくれ。ソフトバンク今年相当強そうやな。強い頃に感じた熱を感じるわ。甲子園だぜ。3フィート超えもセーフ。元 NPB 審判員の坂井亮太郎氏が18日、X を更新。前日18日の選抜高校野球、熊本国府大江甲子園球場の一戦で起こった判定について解説した。8回、秒殺プレイで大江の三塁走者がファウルグラウンドに避けるようにして逃げた場面。判定はアウトにならなかったが、坂井氏は、この場合、野手は走者に届かなくてもいいので、タップタッチ行為をしていれば、間違いなくアウトになっていたプレイです。日本の高校野球では、動画のようになぜかタップ行為をしない選手が多くいますと、説明した。続けて、規則の解釈でタップ行為がなくても、走者をアウトにしようとするステップがあれば、アウトと判定されることもあります。ただ判定をするのは、第三者である審判であるため、誰がどう見てもアウトにする行為だと分かり、なおかつワンアクションで終わるタップタッチ行為することをお勧めしますと記した。大ブレイクに突入した接戦となった試合で、球場騒然となるプレイが起きたのは8回1・1・3塁。攻撃側の大江がカウント2アンでスクイズ
を敢行。熊本コックバッテリーがこれを見破り、ウエストして走者を3本間に挟んだ。だが、最後は3走が必死にファウルグラウンド側へ大きく避けるようにしてベースに戻り、三塁塁審はセーフの判定を下した。熊本コック9は走者が走路から3フィート以上離れて走ったことをアピールしたが、審判は認めず。堺市が説明したように、熊本コック三塁手のタッチする仕草不十分だったと見られる。解釈の問題でした。アウトの置き換えとかアピールプレイが必要な場面というのを理解していないんだろうね。野球のルールを知ってる小学生って今は100人に1人もいない。野手は三塁走者とは関係ないプレイをしてたという判断。部活の野球大会が記事になるなんて日本くらいじゃね。坊主でいいから対応しないとアウトにならないのはよくある基本的なルール。野球好きなら知ってる。タッチは正式にはタップっていうのか、そもそも1フィートがどのぐらいの距離なのか知ってる人はほとんどいない。3フィートって塁間の直線からじゃないんだっけ。野手の初球を避けてって書いてあるから、まあそうやろ。確かにベースにけつまずいてラインから離れたところまで転がったらその時点でアウトってことになっちゃうからな。盲点だったわ。3フィート外れたらアウトではなく、タッチを避けるために3フィート外れたらアウトのルールよってタッチの行為が必要だよね。阿部監督、星は2人プラス氷で行くと思う。巨人阿部慎之助監督44が18日、保守2人体制で開幕に臨む考えを明かした。現在1軍の保守は大城拓斗、岸田、2軍から参加中の小林の3人。さらに日本ハムからトレードで加入した保守と内外野守れる氷が使える。2人プラス氷で行くと思う。それで救援の投手を9人にしたいと狙いを話した。11日に加入した氷は、保守に加えてない外野でプレーできる超ユーティリティ選手。16日の日本ハム戦エスコンでは、保守で途中出場。ほぼぶっつけ本番ながら、2イニングマスクをかぶって無失点に抑えた。あんなにできるんだなと思って感心していますと評価を高め、保守2人制が可能と判断した。その分、ブルペン陣を1人増やすことができる。開幕したら先発が一回りして落ち着くまではピッチャーが多い方がいいなと。グリフィンもあんな調子だから。昨年の序盤は投手陣が安定せず、スタートダッシュに失敗しただけに、厚みを持たせるつもりだ。3月29日の阪神との開幕戦東京ドームまではラスト5試合。頭を悩ませるポイントは、松原、吉川、佐々木、他にも門脇や梶谷らが候補に上がるリードオフマンを誰に託すか。いっぱいいるよね。最後まで考えるよと本拠地5連戦で見極めるつもりだ。最高のオーダーで開幕するために、指揮官も模索を続ける。懸命やね、グッバイ岸田。意外と氷が第3保守的なので来て老丹から駒、ダイソー兼保守いけるで。またお前さんたちが増えるんか。もう小林の買い殺しをやめてやれよ。小林は巨人でワンチャン監督まであるから巨人は出んだろ。ないだろ、巨人の監督がそんな小物だった時代ないし、年の近い坂本や菅野がいるのに、ここまで小林が越される理由がわからん。打率0割男の小林はいらない。普通の球団なら小林はとっくに戦力外で行き。あれ、山瀬は？お帰りカーネルの人形納め。プロ野球阪神タイガースが優勝した1985年に大阪南の道頓堀川に投げ込まれ、24年後に見つかったカーネル・サンダース人形が大阪市の住吉大社で供養された。ケンタッキーフライド基金を運営する日本 KFC ホールディングス横浜市が19日に発表した。道頓堀川近くの店舗に設置されていた人形で、興奮した阪神ファンらが地方のランディバース選手に似ているという理由で胴上げし、川へ投げ込んだ。行方不明となっていたが、2009年に川底から発見された。道頓堀川から引き上げられたお帰りカーネルは、損傷が激しかったものの、各イベント会場やケンタッキーフライド基金阪神甲子園店での展示などで広く一般公開され、以降は関西オフィスの受付にて大切に保管。実に15年もの間ケンタッキーフライド基金の広告塔として絶えず笑顔で時の流れを見守った。そんなお帰りカーネルだが、老朽化が進みこれ以上の保管が困難になったことから、3月20日金曜に大阪大阪市にある住吉大社にて人形納めを実施。当日は、代表取締役社長をはじめとした役員が参列し、神殿に玉串を捧げる玉串奉天などでお帰りカーネルへ感謝とお別れを告げたという。また、お供え物には、おみきに加え、オリジナルチキンを奉納するなど、ケンタッキーフライドチキンらしい式となった。ケンタッキーフライドチキンは、創業者カーネル・サンダースから受け継ぎ、お帰りカーネルが示してくれた、誰にも真似できない美味しさや、おもてなしの精神にこだわり、引き続き、お客様の体験価値の向上に努めてまいりますと思いを込めた。明日も勝つ、を超える呪いになりそう、補強すればいいのに、補強やなくて補修やろ、野球用語から離れろ、え？廃棄したのか、大和賞をカーネル、オークションにかけたら売れそうなのに、神社でいいのか、再開確定かな、呪いでまた暗黒期が始まりそう、もう休ませてやれ、球団社長かと思ったらケンタッキーの社長か、粉砕して甲子園のピッチャーマウンドに埋めたれや、発見された当日は、NHK の夕方のローカルニュース番組まで、道頓堀川上空にヘリコプター飛ばして生中継する大騒ぎっぷりだったな。溶かして別の素材と混ぜて、2023チャンピオンリングにしたらよかったのに、手首見つからなかったね。なんかいい話みたいになってるけど、興奮して川に投げ落として、その後何十年も引き上げなかったんだよね。下手に他人に渡すよりは、自分たちで供養しちゃった方がブランドイメージを守れるからだな。昨年はカーネルさんが最後の神通力で、優勝日本一にさせてくれたんや。初めて日本一になった時に沈められ、2度目の日本一を見届けて召されたか。原監督、一郎、今から独り言を言うぞ。巨人の前監督で、オーナー付け特別顧問の原辰徳65が18日、都内で開催されたクラウドサインを通じて業務、組織、社会の変革に挑戦された取り組みを表彰する、クラウドサインリチェンジジャパンの表彰式で特別講演を行った。巨人で計17年間監督を務め、球団最多の1291勝を挙げた原氏は、上昇軍団を作り上げた組織マネジメントとリーダーシップをテーマにビジネスマンを相手に約40分、経験をもとに語った。どの分野においても組織作りにもヒントとなる要素の詰まったエピソードと言えるのが、侍ジャパンの監督として世界一に導いた9年の第2回 WBC におけるイチローとの秘話だった。当初は、イチローの3番での起用を練っていたが、大会前の練習試合、強化試合で不振が続いた。その理由を3番起用にあると考えた。大会開幕直前のある時、イチローのそばに歩み寄って伝えたという。今から俺は独り言を言う。
君も一人ごとで答えてくれ。イチローは3番打者よりも1番打者の方が好きなのかなって言ったんです。そしたらイチローが、いやいや、監督って、言葉を遮って、俺はお前と会話をしているんじゃない。俺は一人ごとを言っているだけだ。それに対して一人ごとで答えてって。そしたら、はいと、よしわかった。明日からまた頑張ろうと、当時、侍ジャパンのリーダー的存在として注目を集めるイチローに敬意を払った上で、さりげなく意思を確認。打順を3番から1番に変更した敬意を明かした。なんで直接会話しないんや？責任は俺が全て取るいうことや、イチローがお願いしたわけじゃない。かっこよすぎてさ、なんで3番だと不審になるん？8番だから不審なので1番にしようとか聞かんのに、ランナー返す立場に慣れてないとか、投手が手探り状態の初っ端を叩くのが得意とか、慣れ親しんだ打順が心が安定するとか、普通に調子上がらんだけだけど何か理由探しただけや。そりゃイチローも頷くわ。この時は間違いなく名勝やった。巨人でも結果残してたし、むっちゃいいやつやん。腹有能でくさ、大戦力の運用なら歴代レベル。こういうアラの独特な完成式だわ。3番だと好き勝手打てなくなるから調子狂うんだろ。関係なく打てばいいけど、イチローがやってた時代考えたらしゃあない。本人もそれは頭使う野球と思ってるわけやし、モチベーターとして最強だよ原は。そりゃ栗山も原信者になる。告白失敗した。今マジで人生の中で一番落ち込んでる。どうやって告白したんや？ご飯の帰り道に一人ごと言っていい？好きみたいな感じで告白した。あの偏屈なイチローが尊敬してる数少ない人物の一人が原監督なんだから、原のカリスマ性みたいなのはよっぽどなんやろな。あのダルビッシュですら、原さんはオーラがヤバかったって言ってるくらいだし、なんか普通の監督とは違うんやろな。再来年あたりでまた巨人の監督やってそう。ヤクルト、今期からクラブハウス前などでサイン写真撮影など行わない。ヤクルトは18日、今季から神宮球場での移動時、クラブハウス前でのサイン、握手、写真撮影などのファンサービスを控えることを球団公式サイトで発表した。昨季までヤクルトの選手は神宮でのホームゲーム開催時、室内練習場などでの練習後にクラブハウスに戻る際などに、ファンの求めに応じてサイン、写真撮影などを行っていた。今季からは、来場されるお客様並びに選手の安全を確保するため、球団公式サイトよりに控えることになった。サインなどを行わなくなった代わりに、球団では定期的に選手開始際のサイン会を実施していく予定ですとした。球団の発表を受け、熱心なファンサービスで知られる田淵は自身の SNS に、球団から選手への報告でもこれからは違う形で球団と協力し、選手それぞれのファンサービスを実施していく方針が確認できました。なので皆様これからは違う形ですが楽しみにしていてくださいと書き込んだ。負けすぎて高津の心に余裕がなくなったか。熱心なファンイコール転売や、チケット代高くしすぎるのをなんとかしろよ。おかしなのが群がってきて危ないんだろうな。中日時代の松坂大輔が肩を掴まれて投げられなくなったのは人事じゃないよな。聞いたか転売や、毎回転売目的の同じやつばっかりでアホ臭くなったが本当の理由なんじゃないの。今シーズン開幕戦の神宮のチケットが外野で1万円、バックネット裏が 1.9 万円で笑った。広沢、池山、古田の時ならそれでもよかったかも。代わりに蓄電を働かせろ。写真ならともかく、サインが欲しい人の気持ちがわからない。子供だけにするとかでええやん。子供を使ってる連中がさらに子供を酷使するだけ。サインってその人との交流の思い出を形にしたもの程度でしかないと思う。他人宛てに書いたサインが欲しいって気持ちが全くわからんな。逆前を通らないと帰れない仕様だから容赦ない。罵声が飛び交うで有名な神宮。何か東京ドームの巨人戦より神宮のヤクルト戦の方が入場料めちゃくちゃ高いんですけど、こんな価格設定で客来るの？相手チームのファンが多数来る。サインするときに宛名入れるだけで転売なんかほとんどいなくなるのに、4、5年前から人が多すぎて危ないんだ。10年前とは感覚が違う。今までがサービスしすぎていたんだよ。ドジャース vs 韓国代表、視聴率 13.4%。 ドジャース対韓国代表の MLB エキシビションマッチが18日韓国ソウルで行われ、テレビ朝日が生中継した午後7時7分から167分間の平均世帯視聴率が 13.4% だったことが19日ビデオリサーチの調べで分かった。個人視聴率は 8.0% だった。ドジャース大谷翔平投手29が開幕前ラストとなる実戦調整を終えた。韓国代表戦に2番 DH で出場し、3打数無安打。前日はフルスイング後に腰を気にする仕草もあったが、問題なく、妻まみこさんら家族が観戦する前で元気な姿を見せた。20日の開幕戦へ、順調に状態を整えた。侍練習試合より見られててくさ、嫁カメラがキモすぎて見るのやめたわ。そりゃ大谷の報道しまくるわ。開幕戦やばそうだな。テレ朝おいしすぎるな。この韓国遠征で日本人の多くはなんかしらけたように見える。大谷地獄とかハラスメントって言われるけど、この数字でますます増えるだろうな。DH でたった3打席たっただけで他はほとんど知らない選手をずっと見せられてただけだからな。野球に興味ある俺ですら退屈だった。DH なんて守備もしないし、出塁例だから。大谷が試合に出てた時間なんて計5分くらいじゃないか。見てみたが、確かに正直 DH は見る側からしたらかなり微妙だな。投手なら試合時間の半分近くはフィールドに立って試合を作ってるけど、 DH なんて登場シーンをずっと集めたら5打席でも十分いないだからな。公式戦じゃないしどうでもいい。日本のマスコミには心底呆れる。見ている人もほとんどの選手のこと分かっていなさそう。というかルールすら分かっていないかも。日本人って野球そのものに興味があるわけじゃなくて、大谷に興味があるだけなんだよな。練習試合やろ何をそんなに気にしてんの。9時前くらいまで見てたけど、9時台は大谷の打席も終わってだいぶ視聴率落としてそうだけど意外と取れてるな。大谷の打席どころかフリーマンやらベッツまで早々に下がり、若手練習試合になって見どころ途中でなくなったけどな。そもそもパドレスに韓国人選手が2名いるから4弾であって、ドジャースはおまけだったからな。大谷引っ込んだ後、テレ朝は引っ込んだことをなるべく言わないように実況してたよな。セコいんだよ。昨日見て思ったけど、やっぱ大谷は投げてこそ大谷だよな。札幌ドーム、名古屋ドームさんと同じ仕様の人工芝を採用。ファイターズの要望をどれくらい聞いてきたのか、使用料金の面はどうなのかを知りたいです。
観客数が多いと料金が割増になるようですし、インターネット上にはグッズ販売、飲食、フェンス広告についても、球団が全く関与できていない、シャウエッセンも販売できていない、などの指摘が出ています。70代男性、観戦鑑賞型イベントの利用料金は770万円税別で、入場者が2万人を超える場合は1人385円税別を加算しています。これが東京ドームさんですと、基本料金が1800万円や2000万円になります。当社は普段はそれよりも割安な料金ですが、その分2万人を超えて主催者さんのチケット収入が多く上がった時は私どもにも分けてください、という考え方なのです。これはファイターズ様だけではなく、コンサートもコンサドーレ様も2万人を超えたら加算をいただいております。ご要望への対応は、例えば天然芝での野球開催は構造上不可能なので、このご要望を私どもが満たすことはできませんが、人工芝は名古屋ドームさんと同じ仕様を採用しており、札幌だけが特別に劣悪な環境ではないと思います。大型基準は、ファイターズ様と相談の上、ファンサービスのためには密完備した方がいいと判断し、最新のものに更新しています。他にも、ラップアウトが厚くて扇風機だけでは厳しいということで専用の冷房設備を設置するなど、様々な改修改善を毎年実施してきました。札幌ドーム内でのグッズ販売は、私どものスタッフによる販売のほか、ファイターズ様による直接販売も実施していただいております。飲食メニューも、日本ハム製品を使用できないなどということはなく、シャウエッセンのほか業務用食材としても仕入れさせていただいています。フェンス広告も、バックネットしたテレビ中継で最も多く露出する部分などはファイターズ様に販売いただいています。ここ数年は、事実と異なる報道記事も大変多かったんです。で、その人工芝の下は、カチカチのコンクリートやで、オリックスがホワイトナイトになってくれて救われた大阪ドーム、ホワイトナイトになってくれるはずの日ハムを自らの手で追い出した札幌ドーム、名古屋は人工芝改善したんやろ、水野の野球専用の良い芝にしたぜ。広くてホームランが出にくい上にコンクリの上に人工芝敷いただけで膝ボロになる球場で、長年プレイしてた中田翔って、かわいそうだな。札幌ドームと芝無能なのは今でもドームの空撮画像見やわかる、ドームの何倍もある畑と住宅しかない、普通の企業が絡んでや、人が集まることを生かして少しは開発してる、マジで何もしなかったんやなって、そして北広島の市長がちゃんとした人だったというのもわかった。一度さらちにしてカジノ作ろうや、もうドームを利用してブルーベリー畑にした方が儲かるやろ。オートレース無理、競輪場に回収すれば、名古屋がもらい事故食らっててくさ、ここに限らず北海道の行政ってほんま無能よな。アクセスはエスコミよりはるかにいいやろ、野球サッカー両方やれるドームなんてできた時はすごい言われてたのに、三着なんて無能な存在、岡田が札幌ドームで試合やらされるの切れてたし。対戦相手が試合するだけで切れる球場ってここだけやろ、10億の黒いカーテンの導入スピードはすごかったのに、名古屋で北広島的なボールパークやろうとしたら現実的にはどこになっちゃうんやろか、稲沢市とかエントちゃう、豊田市、長くて雇いでええやん、札度にはコンサドーレがあるから、相手が日ハムだったのだな、本気になったら自分らの金でなんとでもできる大企業やし、怒らせたらあかんかった。右利きが左打者になる理由、なんとなくかっこいい以外ある、一塁に近い、ワイは篠塚敏夫に憧れてや、利き手の方が重要です、一塁に近いってだけじゃピンとこないな、バットコントロールするのは右手だから、一郎、松井、大谷、子供やったら憧れから入るのもありそう、棒でも持ってスイングしてみたらわかるけど、やりやすい方あるぞ、それがたまたま左なだけやん、子供の頃中村典弘のバット投げに憧れて左打ちになったままや、一説によると幼少期に強制されて右になっただけで、潜在的な左利きだからしっくりくるらしい、確かに好きな選手の真似はわかるかも、ペンや橋は右だけど、バット持った時は左打ちの方がしっくりきた、左目が悪かったから右目で見られる左打席にワイはしたぜ、左打ちの方が自由に打てる場面あるからな、流し打ちが楽、レフトゴロはないからね、打ちすぎるから周りに左で打てって言われるからや、子供の頃は右投手の方が多いから左が言う、やっぱり最初はかっこよさとか憧れから入るんやな。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。